お久しぶりです。光内閣総理大臣です。ちょっとね、最近いろいろね、まあ簡単に言うとナンパにハマってて、ちょっと時間は取れなかったんですけど、今回久しぶりにおもちゃのリサイクルショップトイプラネットに行ってきたので、購入品紹介したいと思います。はい。そしてね、まあまあ、まず一つ目、この映ってると思うんですけど、こちらですね、仮面ライダーダブルの変身ベルトで、この変身ベルトに変身するにはこれが必要なんですよ。サイクロンとジョーカー、いわゆる最初のやつだね。サイクロン、ジョーカーってここに刺すと、こう変身するの。今なんだって言うんですか。そうなるんだけど、ちょっとね、あのね、ちなみに値段から言うと、このサイクロンジョーカーは1個100円ずつで、ちょっとね、サイクロンの方がならないみたいだから、多分電池変えれば治るかな、あと接触かなんかで。で、ジョーカーはつく。1個100円ずつだった。これ結構高かったりするとかあるから、うん、なかなかいい値段で買えたかなって思います。で、このね、ダブルのベルトってさ、やっぱ高級感あるよね。他のベルトのよりも。なんか、他のウィザードとか、なんだっけ、ディケードとかと比べると、なんか高級感あると思うんだけど、俺はね。で、すごい、ダブルがかっこよかったの。DVD で見たときに。そんでね、すごい気に入ってて。で、今回ね、ほぼ完璧な感じ。もちろんこのサイズじゃ俺することはできないんだけど、延長ベルト持ってるから、それで着用できると思うんで、そう、かっこいいなと思って。ちなみにこれが、外メモリが1個もついてない状態で、このまま、これで999円でした。これはね、比較的安いと思うんだよね。ダブルのベルトにしては。はい。で、あとね、ダブル関係で1個あるんだけど、ちょっとね、でかいからもう一瞬見せて終わりね。またね、今度レビューしっかり撮るんだけど、これなんだよ。ちょっとでかいの、これ。これね。仮面ライダーダブルに出てきた、車よ。なんか基地から出てくときに使ってた車、覚えてるかな？みんな全部あれは多分ほぼ CG だと思うんだけど、そうそう、なんかすごいでかい車あったじゃん。それがなんとね、売ってたんですよ。しかも値段が、見るかな？599円っていうね、このでかさで、しかもめっちゃ状態良くて安かったんで買いました。これはね、ちょっと遊びがいがあるなと思って。あとはね、ダブルの踏み替えば、もう、なりきり遊びができる。うん。はい、じゃあね、続き。今のがダブル関係だね、いわゆる。で、今回は、なんか、ちっちゃいおもちゃは、2個で100円、1個50円、2個で100円になったんだけど、今回この2つだけ買いました。これは確か持ってたと思うんだけど、念のためにもう1個買っちゃいました。これはついてないんだけど、ちょっと剥がれちゃってるんだけど、ジャンボットだっけな、わかんないけど。そう、ジャンボットは普通のおもちゃを持ってるんだよね。変身する用のおもちゃを持ってるの。変形するおもちゃを持ってる。で、これがね、2001年だっけな、かなんかのソフビだから、コスモスかなと思うんだけど、確か。わかんない。間違ってるかもしれないけど。で、なんか限定のやつだよね、この感じはね。俺こういうクリアの好きだから、買いました。はい。まあ、2個で100円。まあ、いいと思います。かわいいね。さあさあさあ、続きまして。今回はね、合計金額2400円でした。まあ、今の状態で、まあ、あとは、全部カードなんですけど、ポケモンカードが、はい、1つ、1束、2束、3束、4束、5束、これお札だったら最高なんだけどな、1枚札だったら。はい、ポケモンカードがね、なんとね、今回ね、すごい、いつもだったら、100円のセットが、5個が500円分が100円で売ってたってことね、今回は。約100枚セットで100円っていうね、1枚1円っていうね。まあ、これはね、後で、サクッと、一束ずつぐらい開封、一束ずつ厳しいか。わかんないけど、サクッとレビューするかな。うん。ポケモンカードはさ、絵見てても楽しいじゃん。だから、サクッとレビューするんで、はい、それも見ていただけたら嬉しいなと思います。ってことで、今回はね、仮面ライダーダブル系のね、車と、ベルトと、ガヤメモリ2つと、あとは、ポケカと、あとこれだね、ソフビ。あとね、欲しかったのがいろいろあったのよ。ね、なんだっけな。なんか、ソフビとかで、怪獣ソフビ。で、結構ゴジラ系とかガメラ系とかのレアなやつとかあったの。しかも799円とかあったんだけど、明らかに買いだったの。デストロイヤーの幼虫とかね、すごい、明らかに買いな値段だとは思ったんだけど、今ね、ちょっと、おもちゃにお金使えないんだよね。ちょっと遊びのお金使っちゃわなきゃいけないから、そう、だから、ちょっと、おもちゃにはあんま使えないから、今ちょっとスルーしちゃって、今回。あとは、なんだろうな、スターウォーズの、すっげえ古いレトロなフィギュアとかあったの。それがね、なんか、なんかレトロなフィギュアっていうか、なんか、レトロ感があるフィギュアで、それがね、
5種類か6種類あったんだけど、全部1個299円なの。だからベータだけ買おうかなとも思ったんだけど、って悩んで、まあ俺は新しいやつでいいかなと思って、新しいの持ってるから、新しいシリーズだけ揃えようかなと思って、本当に、もう泣く泣くスルーしました。あとはね、なんかバットマンのなんか車みたいな、すげえ、こんなでかいやつでね、すっげえかっこよかったんだけど、499円だったの。それも買ってもよかったんだけど、いまいち何かがよくわかんなかったから、かっこよかったから買ってもよかったんだけど、あとね、あんま物を増やしすぎるとね、もう家パンパンになっちゃうから、はい。もう泣く泣くするし、だからこれからちょっとおもちゃをね、処分したり、なんか、処分っていうか、処分はしないけど、あげるか売るか、なんかしたい。プレゼントにするとか、だからプレゼント企画とかはもうガンガンやっていきたいと思うから、本当に。はい。もうなんかおもちゃをちょっと一回整理する。まあ、今回のね、主役はこれがやっぱ良かったね。これずーっと欲しかったから。あのね、かっこいい。俺ね、もう、ほぼ、あの、ダブルの変身は完璧にできます。サイクロン、ジョーカー変身、トゥルルルみたいな。あとあの、主題歌もいいよね。WF だっけ？そんな感じの。あれすげえいいから。はい。みんなね、カメラでダブル見ようね。あとね、次のウルトラマンがすごい面白いっていうか、あの主役の人が極戦とか出てた人で結構有名な人だから、まあ、結構俺面白くなるんじゃないかなと思って、ウルトラマンオーブだっけ？それも期待してますね。はい。で、ポケモンはね、アニメはまあ、最近あの、見てないんだけど、あの、ポケモンはサンとムーンっていうね、あの、発売じゃないや、ゲームが発売されるから、いいと思うし、しかもカードもね、どんどんバトルにやっていく。まだ最近ちょっと、あの、ポケカのバトルしてないんだけど、またやりたいと思ってます。ってことで今回はトイプラネットの購入品紹介でした。バイバイ。